I was stuck in traffic。 それがあった上でも言う人は多いと思うな。そういう表現あるんだね、アメリカにもね。いいね、これ万能だね。それいいね。どうもこんにちは、ケビンです。どうもガキです。ヤダです。本日は、はい、遅刻した時の英語イングリッシュ。英語イングリッシュ。英語イングリッシュっていうのはやっぱり何でしょうね、これは。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあやってもらっていいですか。遅刻した時の言い訳イングリッシュ。気を取り直して、はいはい、どういった尺でしょうか。これはですね、うん、まあその遅刻、誰しもね、うん、1台2度、3台4度、うん、遅刻する人もいるじゃないですか。中にはいるよ。そう、いるし、まあ良いことない。今後もね、うん、今後もありえますよ、遅刻は。あんまりいいことじゃないんだけど、彼はね、常習犯ですけれども。なんかそういう時に、日本だったらなんとなくあるじゃないですか。なんかあ、ちょっと電車が遅れてるとか、うんうん、なんかまあちょうどいい感じのやつってあるじゃない、うんうん、どういう言い訳をしたらこうちょうど納得してもらえるのかとか、うん、英語でそのベストな言い訳を了解しました。見つけていこうというやつでございます。考えましょう。はい、まず質問いいですか、私。はい、はい、はい、どうぞ。そもそもなんか言い訳はするんですか、海外の人は。しますね。あ、されます。あの、するよ。日本よりもなんか多い気がするけどな。あ、そうなんだ。なんか言い訳みたいな、くだらない言い訳とか。なんかすると思うけどな。日本だとさ、こう例えばじゃあ学校遅刻しました、うん、なんか電車遅れてたとか、なんかお腹痛くてとか言ったらさ、うん、言い訳すんなじゃないけど、うん、怒られるというか感じするじゃん、うん、それって同じような感じ、うん、やっぱ同じような感じはあるね。やっぱ言い訳してんなみたいな、あ、あの思われるのは間違いない、うん、けど、うん、そのそれがあった上でも言う人は多いと思うな。言い訳はするぞと。そうそう、怒られたとしても。そうそうそう、結構多いな、そういう人。なるほど、うんうん、なんかさ、時間にちょっとルーズなイメージがあるのね、なんか日本よりも。確かにそうかも。それでもやっぱ怒られはすると、遅刻は。まあそうだよね。そういうさ、ミーティングとかさ、うん、まあ、みんながもう一緒みたいな感じだったらまあされないけど、うん、例えばなんかさ、業務上の責任があってそれを果たしてなかった時とかさ、あ、なんかテーブルを拭いてなかったとかさ、うんうん、その明らかにミスみたいな、うん、で次の日なんかトラブルが起こって、うん、これやったの誰みたいな、うん、なって追記されると、まあ言い訳みたいなは、うん、ありえるな、全然。その、じゃ遅刻でもそのなんていうか迷惑がかかる系の遅刻だったら、うん、ちゃんと怒られてちゃんと言い訳すると、うんうん、感じますね。いや、もちろんね、これはその、ちゃんと謝る人もちろんね、いっぱいいるよ。でも、もしかしたらちょっと日本よりもちょっと多いかなっていう。あ、なるほど、なるほど。ちょっとそういう印象があるかもぐらい。なんか今日はその、怒られ度合いを下げたいわけですよ。はい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 。それのちょうどいい言い訳をね、出、うん、そうってことなんだけど。了解しました。じゃあメジャーなとこ行っていいですか。メジャーなとこ行こうか。電車遅れてて、みたいなね、はい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 、さあ、どう、はい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 。そもそも電車がない。はい、そうだ、車社会ですから、遅れない。そうですね、そういう場合は、うん、I was stuck in traffic! になりますね。なるほど。トラフィックなので、車の渋滞に巻き込まれたんだって。なるほど、なるほど。これはよく言います。これはね、実際によく聞くと思うな。言い訳大事。So I was stuck in traffic! みたいな。そう、確かに。結構言う。こう言われると、なんかその、そっか、どうしようもないなって感じはするね、ちょっとね。うん、みたいなね。そう。なんか日本だったらおばあちゃんを助けててみたいなさ、ビジュアル的にはなんか、あ、なるほどね、歩道橋ポスターこうおばあちゃんこう大丈夫っつってこれ荷物運んであげるみたいな。なるほどね。あるあるじゃない。たまにあるわ、俺も。はい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 。たまに。あのよくある遅刻はそれだった。うん、俺あるな。それ結構それやっちゃうから。しょうがないな。じゃあ英語ですと、うん、こうなります。Oh, I'm sorry. I was helping an elderly shop at Walmart.ウォルマートに行ったり、ウォルマートのショッピングを助けてたっていうことだからね。この一緒に渡るみたいなのないから、そうかそうか、車社会だから、そうか唯一その大変歩くのが大変になると、うん、ウォルマートでショッピングして、うん、その大量の荷物を車に持っていくっていう、うん、その作業が大変だから。じゃあめちゃめちゃでかい牛乳とかを運んであげたんだけど、ね、そうそうそう。でも確かアメリカの牛乳とかでかいんでしょ、だってこんな、うん、でかいよ、大変だよね実際。おばあちゃんどうやって買い物するの、ね、
カート、ショッピングカート。ショッピング、でもカートもでかくない？なんか日本のおばあちゃんはこのちっちゃいのこうやったら、はい、イメージがあるじゃん。あるね、あるね。こんなでかいさ、カートをおばあちゃん押してるの。押してる。マジ、おばあちゃんってでかいの？アメリカの。いや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 。そもそも、まあ、確かに日本のおばあちゃんはちっちゃい。あ、そうなの。うん。そっか。こんなおばあちゃんはそんなに見ない。うん、まあいるけど、どういるけど、うん、アメリカのおばあちゃんは。もうちょっとね。強そうだね。そんなわけねえだろ。何が誰をやってんの。何が倒した。じゃあダメじゃんこれ。そんな弱いおばあちゃんいないだろってなった。確かにね。なんかそのなんかあとあれはほら、すいませんちょっと UFO にさらわれて。あ、アメリカ確かに、ね、UFO。アメリカとか多いんじゃない。確かに出る気がするな。日本でも結構たまにあるから。確かに確かに。連れ去られてるの？たまに。あ、そうなんだ。うん、たまにあるから俺。ちょいちょい、うんうん、今の英語ですと I was caught by a UFO になります。なるほど。え、これのを言ったら怒られる？これはね、あの普通に怒られる。お前は何を言ってんだっていう感じの回答が返ってくると。あー、そうかそうか。なんかさ、アメリカならではのさ、言い訳とかないの？なんだろう。いや、定番は、うん、定番じゃないけど、うん、おちゃらけ、うん、言い訳っていうのは、うんうん、My dog ate my homework ですね。これはあの小学生とかが言う、なんかそのおちゃらけ言い訳で、うんうんうん、犬が宿題食べちゃったんです、うん、だからないんですっていう言い訳を、うん、これはあれね、遅刻じゃなくて宿題忘れた時、宿題忘れる時言い訳。そう、遅刻じゃないね、うん、けどこの、この言い訳はね、すごいよく聞く。この悩んでるかな。なんで、まあ、実際リアルライフで使ってきていないと思うけど、アメリカンコミックというかさ、アメリカの昔ながらのなのかな、うん、こういうね、定番なんか言うんだよ、これ、ネタみたいな。へー、そうそうそう。例えば、寝坊しました、まあ、I overslept。 それって何て言われる？それはまあ、寝坊するなよって言われる。まあ、厳しい人だったら、うん、寝坊しましたって言って、うん、結構脅し的な感じのセリフなんだよな。脅すんだ、脅し、うん、Like, really? Yeah. Really? Kevin? You overslept. 怖いね、怖いね。Well, then you need to do better. はい、はい、そうなるね。はい、そこはね、アメリカ独特のっていう感じじゃないですね。そっか、うんうんうん、じゃあ一緒、うん、結局はその、うん、日本だと電車遅れましたとかバス遅れましたっていうのが、うん、なんか、まあ、そういう日常茶飯事だからさ、多いから ね、 ね、そもそもね、うん、だけどアメリカだったらその渋滞に止まりましたがやっぱり一番普通なのかな、うん、あとだ子供とか、あ、結構なんか使えるかも、使える。使える、使える、使える。この子供がみたいな、まあ、自分に子供がいればね、だけどさ、そのなんか子供のお迎えとかさ、あ、熱出しちゃってとかね、そう、子供がなんか暴れちゃって、はい、暴れちゃって、子供暴れちゃって、そのやんちゃしちゃってみたいな、花瓶壊しちゃってみたいな、それは結構なんかね、なんとも言えないわ。だってまあそのリスペクトがあるからね、ファミリーファーストみたいなに対してはそういうことあるから、なかなかこう、なんだろそんな理由でみたいなのなりづらい。なるほど、だからそれ使えるかもしれない。確かにファミリー系は強いんだね、うん、なるほどね。アメリカでは、うん、強力な言い訳なんだ。別にこの動画は嘘つけっていう動画じゃない。ちゃんと正直にね、あの言うんですよ。あくまでも、あくまでもファミリー系は結構その強いぞ。強いぞっていうこの、うん、情報ね。情報をこうあなたたちに教えていただけるから。そうだね、そうだね。ありがとう、ありがとう。で、学校だったらどうなの？学校だったら、やっぱ家族って言ったらお父さんお母さん。そうだね。いや、それはもう何も言えないよね。そうだよね。でも何も言えない、結構。お母さんが寝坊しちゃったんです。で、それは、うん、実際使ってきて言うと思う。お母さんが寝坊して、あそこがなかったからみたいな。それはね、使ってきて言うと思う。なるほど、なるほど、本当に。あとさ、そのアメリカ、学校とかでもさ、車で行ったりするんでしょ、だって。そう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 。やっぱその、お母さんが寝坊しちゃったらこう致命的だよね、だから。出れないよ、お父さんね、実際ね。そうだね、うん、そうそうそう、致命的だよ、うん。一人で電車乗るとかじゃないのもんね。うんうんうん、うん、あとさ、車が壊れていけないみたいな。あー、それはあんまりレアかも。あんまりない。車壊れるのはちょっとレアな気がするな。レアな。なるほど。ちょっと都合良くないみたいな。あー、なっちゃう。なっちゃうな。まあ、ファミリー系とか、ファミリー系、うん、車系やっぱ、うん、強いというか、渋滞だとか、はい、そうだね、うん。その中でも一番この使いやすいやつをちょっと見つけたい。うん、ファミリーの中でも。デブ君、なんで遅れたの？ I had trouble. Family stuff. おー、
万能そう。なんて言ったのそれ。あ、ごめんなさいね、ちょっとトラブルがあって、うん、あの家族関係で。家族関係言いづらいんだよ、言いづらいんだよって、ね、家族がっていうやつ。いいね、これ万能だと思う。それいいね。いや、そのお母さんが寝坊しただけとか、うん、かもしれないし、うん、なんかお父さんが喧嘩したか分からないし、まあ、いろんななんかもっとすごいことが起きてるかもしれないっていう、うん、そういろんな可能性持ってるもんね。そう、まあここで I had a little trouble、うん、付け足してもいいかなって思ったな、うんうん、このちょっとトラブルがっていう、うん、はいはいはい。でこの family stuff っていうことによってこの stuff っていうのはさ、うん、家族関係でっていう意味ある。ぼやそう。でそのあんま深く話したくないんですねっていうのをこう匂わせるがゆえに相手はこれ以上追求しづらいというか。なるほど。いいね。なんかそうだからでじゃあなんていうかな、じゃあ家族がうまくいってないみたいなのは触れられないから相手は。そうだよね、そうだよね、そうだよ。お父さんお母さんなんかあったのとか言えない。言えないからプライベートだから。そりゃそうだわ。これは大変かもしれない。これはなんか日本で言ったらあの家庭の事情で。家庭の事情。こんなこと言われたらさ、確かにね、追求できないよ。確かにね、遅れてね、触れちゃいけないんだって察するよね。そうかそうか、そういう表現あるんだね、アメリカにも ね、 そうね、家庭の事情で不況と同じファミリースタッフ。ファミリースタッフね。ファミリースタッフ、これは悪用されるぞ。これは良くないよ。悪いね。これは便利ですよ。なるほどな。じゃこれだな、うん、これですね、これだわ、うん、決まったね、決まった。ファミリースタッフ、何におすすめとは言ってませんよ、うん、何におすすめとは言ってませんけれども、うん、最初に言っちゃったかな、最初に言っちゃったけど推奨ではない、うん、その使ってほしいとか思ってないし、そうだね、そうだね、そのね、我々がおすすめるわけではないからね。そうだ、そういうことじゃない。そうじゃない、このこういう言い方があって、うん、なんかこれってもしかしたらいろんなシチュエーションで使えちゃうかもねっていうのが発見したっていうだけの、そうだけのこの空間だからね。そういうこと、そう、言い訳も別に嘘っていうわけじゃないから、これは。それはそうだよ、うん、うんうん、そういうこと。だってお母さんが寝坊したらファミリースタッフだから、ね、お母さんが寝坊したらファミリースタッフだから、ね、それ決して悪用しようなんて思ってない、思ってません、はい、はい、っていうことだけはお伝えしておきたいと思います。あの次第です、このはいこのボスかはまあ、あなたが責任を持ってこの解釈していただければと、うん、道徳の授業でございました、はい、では今回はありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。